小説人間の連載中は、はい、連載中も実験の夜は毎月続けられてた。毎月やってましたね。6月だけ太宰ナイトっていうライブで太宰の本を読みながらいろいろやるっていうのをやってたんですけど、それ以外はほぼやってますね。これやっとかないとちょっと不安になるっていうところもあるんで、例えば2作目の劇場を書いてた時もずっとやってたんですけど、小説本編に出てくるそういうものが実際にできるかどうかをここで一回やってみたり、できるなみたいなことを確認してから入れていったりしたりとかも何でもやってますね。いや面白いですね。やっぱお客さんの反応がその場で分かるんで、実験って言ってるんで、割とよく分からないことをやっても受け入れてくれますし、明らかに失敗したのは1回だけですね。1回も確実に失敗しました。はい、その時ブーブークッション、いつまでブーブークッション面白がってるのかっていう問いを1時間やろうってして、それはもう大変なことになりましたね。大事故になってしまいました。最後に今日持ってきていただいた仕事の愛用品を紹介していただけますでしょうか。はい、これですかね。劇場にあるもの何でも割と使うんですよ、道具に。これを使って何か言うとか、これを見て即興で物語をみんなで考えてみるとか、なんかそういう何でも使えるんで、はい、今裏にあったんで持ってきたんですけど、今日はこれを使って何かされるかもしれない。今日はやらないですね。